第二次バーバリ戦争は19世紀初めにアメリカ合衆国とオスマン帝国北アフリカ諸法との間に戦われた2回目の戦争である。北アフリカではトリポリ、チュニス、アルジェの3国がオスマン帝国に従属しながら独立色の強い統治を行っており、3国を合わせてバーバリ諸国と呼ばれていた。第一次バーバリ戦争で トリポリの海賊行為を止めさせていたアメリカ合衆国は1815年にアルジェを攻めた後に交渉で海賊行為を止めさせることに成功した。この翌年にはイギリスとオランダによって長く続いた国際紛争も事実上の終わりを迎えた。このバーバリ戦争でアメリカ合衆国は海賊諸国に対して通行料を払う監修を終わらせ、 オスマン帝国時代に蔓延していた、この地域の海賊行為に終焉を迎えさせる始まりとなった。その後の数十年間でヨーロッパ列強はより洗練され高価な感染を建造し、バーバリ海賊が数や技能でかかっても対抗できないものとなった。第一次バーバリ戦争の後、アメリカ合衆国はフランスとの貿易に関してイギリスとの関係が悪化し、それが、 米英戦争につながったために北アフリカに対する関心がおろそかになっていた。バーバリ諸国の海賊はこの機会を捉えて地中海を航行するアメリカ合衆国やヨーロッパ諸国の商船に対する攻撃を再開し、船員や主観を捉えて身の白金を要求していた。これと同じ頃、ヨーロッパ列強はナポレオン戦争に巻き込まれたままであり、 それが完全に終わったのは1815年になってからだった。1815年2月に米英戦争が終わり、アメリカ合衆国は再度北アフリカに注意を向けることができるようになった。3月3日、アメリカ合衆国議会はアルジェに対して海軍を動員することを承認し、2つの戦隊が編成され、戦争の準備が整った。 ウィリアム・ベインブリッジ大将の指揮する船体は、ボストン港に、スティーブン・リケーター大将の指揮する船体は、ニューヨーク港に集結した。リケーターの船体が先に準備が整い、5月20日に出港した。この船体は機関であるフリゲートアセス、ゲリエール、アセス・コンステレーション、HMS ・マケドニア、スループ・オブ、ウォーノ・エペライート・オンタリオ、ブリックのファイアフライ、スパーク、 フランボー、スクーナーのトーチとスピットファイアの合計10艦で構成された。アメリカ海軍を指揮したスティーブン・ディケーター・ベーン・ブリジーの船体は準備が遅れ7月1日に出航したので戦争に間に合わなかった。ディケーター船体はジブラルタルを出発してアルジェに向かった直後にアルジェの機関であるメシュダと遭遇しガータ、三沖の海戦でメシュダを捕獲した。さらに それからいくらも経たない時にパロス岬沖の海戦でアルジェのブリック艦エステティを捕獲した。6月最終週までに船体はアルジェ港に到着しアルジェのパシャとの交渉を始めた。街を破壊するという脅しを組み合わせてこれまでの損害保障をしつこく要求した結果アルジェのパシャが条件を受け入れた。1815年7月3日 アルジェ湾のゲリエール艦上で上院された条約に従い、リケーターは捕獲していたメシュダとエステディオを返還し、アルジェ側は約10人と推計されるアメリカ人捕虜全員を釈放し、さらにかなりの数のヨーロッパ人が捕獲した船舶に対する1万ドルの支払いとともに、パシャの親民約500人と交換された。この条約で今後通行料を取らないことを保証し、 アメリカ合衆国の完全な航行権を認めた。リケーターとアルジェのパシャ、1881年の作が1816年初期、イギリスは小さな戦列艦船隊で外交施設団をチュニス、トリポリ、アルジェに派遣し、そこのパシャたちに海賊行為を止め、キリスト教徒奴隷を解放するよう説得した。チュニスとトリポリのパシャは何の抵抗もなしに同意したが、 アルジェのパシャは反抗的であり、交渉はもつれた。外交施設団長の初代エクスマス、司者エドワード・ペリューは、キリスト教徒の奴隷化を止めさせる条約を交渉できたと考えてイングランドに戻った。しかし、命令の混乱のために、アルジェ兵がコルシカ、シチリア、サルディニアの漁師200人を虐殺した。これらの島は、条約が調印された後では、 イギリスの保護下にあった。このことで、イギリスやヨーロッパ諸国を激怒させ、エクスマス死者区の交渉は失敗したとみられた。その結果、エクスマス死者区は再度その任務を完遂し、アルジェに対して懲罰を行うよう命令された。エクスマスは、戦列艦5艦に多くのフリゲート艦で補強された船体を編成し、さらに後には、オランダの艦船6艦の支援を受けた。 交渉が一旦失敗した後の1816年8月27日、艦隊はアルジェの町に9時間にわたる懲罰目的の艦砲射撃を行った。この攻撃でパシャの海賊や騎士の砲台の多くが不能となり、その前日に拒否したのと同じ条件で和平を受け入れざるを得なくなった。エクスマスはアルジェ側が条件を飲まなければ攻撃を続けると警告した。 アルジェのパシャは、エクスマスの虚勢に降り、条件を受け入れた。実のところ、エクスマスの艦隊はすでに砲弾を打ち尽くしていた。1816年9月24日に条約が調印された。1083人のキリスト教徒奴隷が解放され、イギリス領事も釈放された。アメリカ合衆国が治めていたミシロキ金も返還された。第一次バーバリ戦争の後で、 ヨーロッパ諸国は互いに戦争に明け暮れていた。アメリカ合衆国もイギリスと戦った。しかし、この第二次バーバリ戦争の後はヨーロッパで戦争がなかった。このことでヨーロッパ諸国はその軍事力を高めて地中海で邪魔されずにバーバリ諸国に対抗できるようになった。その後アルジェは1830年に、チュニスは1881年にフランスの植民地にされた。 トリポリは1835年にオスマン帝国の統治下に戻った。1911年、オスマン帝国が衰退していたことで支配権の空白が生まれていた時期を利用したイタリアはトリポリを支配下に入れた。ヨーロッパ列強は20世紀半ばまで北アフリカ東部の政府を支配し続けた。19世紀の総交換の時代から20世紀初期の ドレトノート級戦艦に時代が移り、ヨーロッパ列強は地中海支配を確実なものにした。ありがとうございます。